しまってしまいましたね。ありがとう、ゆく MS。ありがとうございます。始まってしまいましたね。ちょっと待ってくださいね。今さ、お家に帰ってくるときにさ、とんでもない突風が吹いててさ、傘をぶっ壊して帰ってきた。え、もうなんかこんなにもぶっ壊れたの初めてっていうぐらい、もうひっくり返ったじゃき、もう収まらないぐらいの壊し方をして帰ってきちゃった。そう、あ、キバさんありがとうございます。ゆくありがとう。あ、そう、ビニール傘なんだけど、なんかあのいつだったかな、先々週ぐらいにご飯屋さんに傘置いてきて、それはちゃんとした傘だったんだけど置いてきちゃって、でお家にビニール傘しかなくて、今ビニール傘使ってたらそのビニール傘ぶっ壊しちゃって、もう家に傘がないんだけど、明日雨だったら私家から出られない。どうしよう、傘がない。はい、そんな感じでね、もうすごい、もう大丈夫かしらって、なんかほんとそう思うと今回のイベント最初から最後までずっとなんか大変だったわ。40度の熱から始まり、最後の最後までこんな感じで、まあ傘は壊れたな、別にいいんですけど。見て、ネイル変えてきたよ。でれん、でかいハート。ハート、なんかさ、今日初めてのネイルに行ったんだけど、そう、今まで行ったことないところに行ってきたんですけど、そしたらハートのパーツがないネイルサロンでさ、作ってくれた、これなんか粘土みたいなやつで、だから左右でちょっと違う大きさが若干作ってくれました。かわいい。いや、なんかね、新しくオープンしたばっかりのネイルサロン、ネイルサロンとか美容室と一緒になってた、美容室と一緒になってて新しかったみたいで、パーツあんま置いてない店だった。やったー、ネイルかわいくなりました。挟まってた髪の毛3本ぐらい挟まってました。そう、本当はクリスマス、お正月、周年、これで迎えたかったんですけど、で本当はショールームイベントの初日の日に行く予定だったんだけど、ぶっ倒れて行けなくなって、で今日になっちゃったから、ちょっとクリスマスには間に合わなかったんだけど、でもね、お正月周年ありますから、ちょっと NGT カラーを意識した爪に変えました。そう、あ、バレンタイン、確かバレンタインって言われればバレンタインだけど、でもバレンタインまでさすがにこのネイルは持たないので、はい、お正月ネイルですね、はい、年末年始ネイル。そして今日の服も実はめっちゃ赤で、これがその今回のミスイベントに合わせて買った服です。はい、結構珍しくない、私にしては。真っ赤のカーディガン、めっちゃ可愛くないこれ。なんかね、ポンポンがね、こうハート型になってるんです。そう、なんか可愛い。今日はちょっと白のタートルに合わせてみました。そう、ハートなの。
のイメージなかった。え、そうなんですよね、可愛いでしょうね。めちゃくちゃなんかこの期間やっぱビスイベント、ビスっぽい服っていうのをずっと探しててどうしようかなって。で今期は結構リボンアイテム、リボンアイテムが流行ってるからリボンアイテムにしようかなとかって探して、めっちゃ探したんだけどなんか売り切れてたりとかしてあんまりいいのが見つからなくって最終的にこれになりました。でもこれもなんかすごいいいインパクトって感じでですね。そう、まあこれもそのなんだろう、色の派手さもそうなんだけど、でもハートでねめっちゃ可愛くて、そうビスっぽいかなって思ってちょっとこれを選んだんだけど、もう一個ちょっとビスっぽいアイテムを今から加えて、みんなにスクショタイムをねしていただこうと思うんですけど、薬がででん、これです。これもなんか今季結構流行ってる。これは耳当てなんですけど、今季なんかすごい流行ってる。ちょっとこれ私は普段あんまり絶対つけない私はあんまりつけないんですけど、ちょっとビスっぽい小物を探してていいかなと思ってこんなのを買ってみました。でも可愛いんだよね、すごい。すいません、ありがとうございます。赤ちゃんみたい赤ちゃんみたいかいどうでしょうちょっとこれでねみんなにスクショをいっぱい撮ってもらおうかなスリップもこうちょっと、そうなんかこれで合わせたかったから今日の昼間メイクをしたんですけど、今日の昼間のメイクのポイントはこう鼻の上にもチークを乗せて、もうここ全体こうチークを乗せるなんか霜焼けメイクって、ちょっと霜焼けチークっていうチークの塗り方をちょっと今日してみたんですけど、普通は結構まあほっぺのこの辺とかにねチークを乗せると思うんだけど、鼻の上にもちょっとチークを乗せてここ一直線で、そう霜焼けチークっていうらしいんですけど、そうで、あとリップもちょっと普段あんまりつけないマット系なんかスフレっぽい、スフレっぽいリップにしてみて、ちょっと今日はこういう頭にこういうのをつけたかったので、はい、こんなメイクにしました。じゃあちょっとみんなにはいっぱいスクショを撮ってもらおうかなじゃあお願いします。ちょっとさ今日はさ上しか、下は別にただのデニムだからあんまりその全身で写しても何もないんだけど、何もないんだけどさ、どうするのがいいかな。
つ伏せポーズって何ですか？何月号に来る、何月号っぽい、でもすごい冬っぽさあるよね。雪だるま。ちょっとね、実はねもう一つあって実はもう一個あるんです。あの頭これ選べなくて、もう一個実は似てるの買ってて、でもねもう一個ねちょっとなんか色が、あ、やっぱ絡まっちゃった。もう一個あるんだけど、もう一個がねちょっとね、あの色味がすごいクリスマスみたいになっちゃって、ちょっとあれなんだけど、でもねもう一個もすごい可愛いんですよ。じゃじゃん。もうさ、この赤と合わせちゃった、すごいあのまだクリスマス気分抜けない人みたいになっちゃうんだけどあ、待って待って、知らない間にさ、いっぱいタワーが立っててさ、ごめん全然気づいてなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ゆうきさんありがとうございます、2本もありがとう。そうこれね、でもめっちゃ可愛くてこれはねこういうフードタイプで、ここがマフラーになってるんだけど、めっちゃこれも可愛くない？そうこのね2個選べなくてね、2つ買っちゃったんだよね。これもすごい可愛いよね、色が可愛い。なんかいろんな色あったんだけど、緑にしたらちょっとクリスマスになっちゃったこれもね撮ってほしい。あ、ゆくありがとうございます。上越さんありがとうございます、ありがとう。そう、これめっちゃ可愛いよね。ZOZO で買いました、これもこれもさっきのも全部 ZOZO で買いました。まだ18時間しか過ぎてない。そうだよね、しかもこれここにこう穴が開いてて、これをこうやって通せるんです。なんかマフラーになるの、ちゃんとめっちゃ可愛いよね。こういうことだ。これもかわいいこれもかわいい。いいよ、スクショ撮ってください。赤ずきんちゃんみたい、赤じゃないか
がとうございます。ゆくゆくありがとうございました。今さんこれちょっと一瞬なんか脱いでもまあ悪くはないかも、ね、脱いでもいいかもしれどうでしょうか皆様、どうでしょうか。いっぱいスクショ撮って載せてください。載せて最終枠やってるよっていっぱい拡散しておいてくださいちょっとだいぶおもろいスクショになりそうだけど、いっぱいスクショ撮ってくれたら載せてくれると嬉しいです。載せて最終枠だよっていっぱい告知告知宣伝してください。なんか顔怪我した人みたい顔怪我した人みたい。スクショしすぎてスマホの電源落ちて、それさあれじゃないの、こうやってさスクショさ電源ボタンとさボリュームボタンとこうやって押しすぎて電源ボタンだけ押しちゃっただけじゃない。みんなはどっちが好きだった、こっちと。あ、ゆくありがとうございます。文吉さんありがとうございます。どっち好き、どっちもさ、なんかちょっとわかる、ビスっぽいっていうか、この小物がすごいビスに乗ってそう私はあんまり普段こういうのは身につけないけど、あ、白の方が人気かも。じゃあ白にしようかな。すごいね、静電気なんですよこの緑がね。静電気ってどうやったらなくなるんだろう。めっちゃ可愛いんだけど静電気すごいんだよ。こうやっても可愛い。いや、うん、なんかお風呂上がりみたいになっちゃった。可愛い。すごいガチガチ。でもこれはちょっと普段使いもしようかなと思って。私さ、普段今年さ白のダウンジャケット買ったんですけど、今着てて、白のダウンジャケットとかだと多分緑めっちゃ映えて可愛いから。これはちょっと普段使いしようかなって思います。かわいい。てかさ、ここかわいくない、このロゴ。これめっちゃかわいい。新潟できたらすぐバレ、確かにこんな目立つものつけたらすごいすぐバレそう。こっちの方が人気でしたね。でもこれも可愛い。ちゃんとね、ほら見て、耳の部分あったかくなってる。ちゃんとこれも使えそう。まあでもさすがに、あとだってさ19時59分までずっとこれ頭にこれを乗せてるわけにもいかないのでちょっとここからは髪の毛も
やろうかな。みんなもうこれでスクショは撮れただろうから、ここからはちょっとヘアアレンジをして、さらにまたちょっと髪型を変えようと思います。ちょっと今だってまだストレートただ下ろしてるだけだから、はいこれはみんなにスクショを撮ってもらいたくて、ちょっとビスっぽいアイテムを用意しただけだったから、ここからは髪型もアレンジしようかな。今からねビスに掲載されてた髪型をします。まあヘアアレンジもね一応ね特技の一個なんで、私めっちゃ簡単。半分にして、ツインテールにします。耳の高さぐらいかな。ここの毛どうしようか、そんなにいらない、これぐらいかな。みんな今のうちに今スクショしてくれたやついっぱい載せて、後で見に行くからスクショしたの載せてほしい。その間に私は髪の毛アレンジするからね。これぐらいの高さかな。ちょっと上でもよかったけど、そしてありがとう、後で見に行くね終わったら。ね、ツインテールだけでも十分可愛いんですけどね。ちょっとここの毛が多い。ツインでも可愛いけど、ツインをしたらここを三つ編みします。ツインテール三つ編み、なんか普通に三つ編みしてもいいんだけど、普通に三つ編みするとまあなんだろう、こうこの辺耳の下くらいから多分三つ編みになるんだけど、一旦ツインテールして高めの位置から三つ編みを生やしてあげると、この耳の耳くらいから生えてくるから可愛い。三つ編みの長さはどうしようかな、毛先長めでもいいし、長めの方が可愛いかな。ちょい毛先長めに残しておこうかな。スクショ載せてきた、ありがとう、後で見に行くね。で私はもう毛の量が少なすぎて、あ
ぷんちゃんありがとう、ゆくありがとうございます。私は毛の量が少なすぎて、見てこのもう三つ編みしちゃうとさ、もう毛束の細さがもうやばい。ただのツインテールだけでもこんなに細いのに、三つ編みなんてしちゃったらめっちゃ細くなっちゃうから、ちょっとだけほぐします。ほぐし方も結構自由。こうすればちょっとね太くなるね。本当にさ何もしないと本当細すぎてさ、三つ編みがびっくりしちゃうから。ありがとう、ゆくゆいちさんありがとう。あ、いいんじゃない？すごい、ゆくがいっぱい。ゆく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 。あ、いいんじゃない？かわいい。いいね。反対も。あー。上手に三等分できないよ。あ、待って、また行く。ありがとう、にゃらめさん。ありがとうございます。みんないっぱい行く、ありがとう。ちょっと待って、本当に綺麗に3等分できないんだけど、どうしよう。頑張って、ありがとう、頑張るね。ありがとう。あ、いけたいけた。いけたんじゃない？ちょっと少ないけど、いっか。すごい、でも本当にさ、NGT のファンの皆さんが来てくれてる。私にはわかるよ。私にはわかるよ。誰が誰推しか。私には誰が誰推しかわかるけど、私一推しじゃない皆さんも来てくれてることがよくわかるよ。ありがとう、本当に。ありがとうございます。NCT のために絶対1位取ろうね。NCT のために1位取ろうね。わかる。誰が誰推しか。でもわかっちゃうから、すごい、本当に、耳一推しってわけじゃないのに、来てくれることが本当に嬉しい。ありがとう。NGT のために最後まで頑張ります。もしかしてバレてる？その名前掲げてその名前掲げててバレないことある？逆に。いいんじゃない？かわいい。でこれで最後に、これさっき100円ショップで買ってきたんだけど、リボンを刺そうと思って。今リボンアイテムねすごい流行ってるから、どこかにリボンを入れてあげると。でもこれ難しいな。配信で見える形でリボンつけようって思うとめっちゃ難しい、ね、あ、この辺とかいいんじゃない？あんまわかんないっていうね。ちょ、色がね黒だからちょっとわかりづらいんだけれども、まあまあまあついてるよっていう
ついてるよっていうのが分かれば、あ、下につける、あ、こっち、まあ、どっちでもいいね。どっちが可愛い？こっちの方がリボンついてる感あるか。こっちにしよっか。うん、こっちでも良さそう。え、めっちゃ可愛くない？あ、下がいい？じゃあ下にしよう。めっちゃ良くない？あ、よくありがとう、フグさん。ありがとうございます。え、めっちゃ良くない？可愛い。どう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 。良くないですか？いいね。なんかこう小物を使うのもいいけど、ヘアアレンジも可愛いかも。ちょっとこっちの方に良くしようか。あ、ちょちょちょ、やばいやばい、引き出しすぎた。あ、ゆく、ありがとう。あ、店長さん、ありがとうございます。ゆく、ありがとう。ちょっと引き出しすぎちゃった。引き出しすぎちゃった。頭四角くなってる。いいかな。パッとヘアアレンジのできるのすごい。え、でもこれはめっちゃ簡単だよ。ツインテールしてその下三つ編みしてほぐしてあげるだけだから、めちゃくちゃ簡単ですよ。めちゃくちゃ簡単に可愛くアレンジできるから、とってもおすすめ。おすすめってかビスに載ってたんですけどまるで自分が開発したかのような口ぶりで言っちゃったけど、ビスに載ってました。持ってたやつをやってみました。めっちゃ簡単だからおすすめだし、なんかすごい甘めのお洋服にはすごい甘めな感じになるし、あのスポーティーなお洋服にも、スポーティーだけど髪型可愛いとかでも全然合いそう。え、めっちゃいいねこの髪型、可愛い。応援してます、ありがとう、ありがとう。公園でも、あ、そう、でもこれさ、この前あれなの、日向さんがマリナさんと一緒に佐渡行った時にやってた、このツインテールして三つ編み。そういえばさすがビス、ビス先輩モデルビス先輩モデル、佐渡の時日向さんがこの髪型してた。確かに日向さん三つ編みのイメージある。あとは今日はちょっといつもよりも
前髪を薄めにしてます。メイクはキラキラ。わあ、ありがとう。まゆちゃん、ありがとうございます。ゆく嬉しい、ありがとう、嬉しい、ゆくいっぱいありがとう。ほんとなんかすごい NCT のファンの方ってすごいありがとう。最後まで頑張って、ありがとう、頑張る、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。もうメンバーにも NCT のファンの皆さんにもいっぱい応援してもらえてとっても嬉しいです。ありがとう。キャプテンの下僕ですから。待って、私そんなことは言ってない、そんなひどいことは言ってないよ、下僕だなんてあー待って、源之助さんもありがとうございます、ありがとう、みんなありがとうございます。すごいよ。でもまだ、だってまださ、あとさ、終わるまで1時間以上あるよ、まだ1時間以上あるのに、まだこんなにもうみんな頑張ってくれてありがとう、ほんと。今日哀れな画家で日向に会いました。あ、そうだ、公開収録だね、今日ね。どうでした、どうでした、言った前提で聞くけどあ、タカさんもありがとうございます、ありがとう。すごい、ゆくいっぱいありがとうございます。そう、今日は日向祭りのね、公開収録、そう、リエさんもいらっしゃってて、そうなんですよ、リエさんとみはるさんとゆうはがね、いてね、見です、ありがとうございます、嬉しい、ぜひフォローしてください。そしてイベント中なのでどうか応援していただけるととっても嬉しいですお願いします。ハーゲンダッツも準備完了。あ、本当に買ってきた、みんな、ハーゲンダッツいちご、私も買ってきたよハーゲンダッツいちご終わったら食べようね、イベント終わったら、結果に関わらずいちごのトリュフあり、え、なんか豪華バージョンなんですけど、え私はノーマルいちご買ってきたのに、HKT ファンにも声かけて持ってるもの投げてって言ってきた、嬉しい、ありがとう、すごい、 HKT さんまで嬉しいです、ありがとうございます。そう、でも決勝ね、そうだよね、 HKT さんいらっしゃらないから、もうぜひHKT さんにもお力添えいただけたら、もうとっても嬉しい、そんなに嬉しいことないです大好きチームスプルートそう、そうなの、あの姉妹グループの中でも仲良し HKT さんだからありがとうございます。あ、りょうすけさんありがとう、ゆく、ありがとうございます。やばい、もうすでに行く部とんでもない数いるんだけど、ありがとう、嬉しい。そうだよ、フローラとマーキュリーだからフローラとマーキュリーの中だから嬉しい、ぜひ HKT さんにも応援していただけたらめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございますもう喜んでバケツかぶる喜んでバケツかぶらせていただきます、はい、でもちょっとリエさんにもお会いしたかったな、すごい、もう今日はこのイベントで精一杯だけどイベントで精一杯だけど、でもち
と公開収録も参加したかった気持ちもあるな。いいよねバケツね。え、でもね、私ね、あれが好きなんです。あの6期生の曲、生きがいっていう曲があるんですけど、カップリングでちゃんともうカップリングまで聴いてるからバケツ生きがいっていう曲があるんだけど、めっちゃいい曲です。で、今さ、多分 HKT さんのさ、あの YouTube にあの全曲あのコンサートで披露した時の映像が載ってるから、そう、よかったら見てくださいっていうのも私が言うのは変なんだけど今載ってるよっていう生きがいめっちゃいい曲だよね。目をつけてるメンバーって言い方やめな目をつけてるってやばい店長さん、またまたありがとうございます。ゆくありがとうでもね、このビスイベントでその予選の一枠目の時に、あの最上菜々香ちゃんともう一緒に戦ったんですけど、そう、最上菜々香ちゃんまだちょっと私がチキって話せてないんですけど多分撮影で一緒になると思うので、じゃあその時は、その時こそはお話できたらいい、同い年なのでお話できたらいいなと思って。そうなの、同い年なんです。なので仲良しになれたらいいなって思ってて、あとあれだよね、多分3枠目4枠目ぐらいにも、あのヒーローちゃん、そう、あの最上菜々香ちゃんと仲良しの同期の子がいらっしゃるんですけど、その子もすごいちょっとお話ししてみたいってずっと思ってたから、そう、会えたらちょっと勇気を出して話してみようかなって思ってます、はい他のグループさんとなかなかね絡むことないからね。あ、サーヤちゃんね、確かにサーヤちゃんかわいい。サーヤって名前の人ってなんでみんなかわいいんだろうサーヤちゃんね、かわいい。ねえ、そうなんですよ。え、でも最上菜々香ちゃんに会ったら伝えて、悲しみの浄化装置めっちゃ好きですただのファンです。でも本当にいい曲、ソロ曲めっちゃいい曲だから、ちょっと仲良しになりたいなって思ってるねかなぁそう、でも本当にめっちゃ撮影は楽しみ。昼も言ったけど、そう、なんかメイクとしても多分全然自分の普段するメイクと違うメイクになると思うから、なんかどんな風になるかもすごい楽しみだし。そう、あ、なべちーありがとうございます。ゆくありがとうございます。他のグループのメンバーさんとも会えるのもすごい楽しみ。でも NGT から誰もいないから、そう、ちょっとそれがね、あの心細いレギュラーモデルになれば本間大先生が、本間大先生がいらっしゃるので超心強いんですけど、さすがにその今回のさ、ビスイベントの撮影にはいないじゃないですか本間大先生ちょっといらっしゃらないから、そう、だからちょっと NGT から一人でちょっとね
もじもじしちゃいそう。ちょっとそれは心細くて心配ですけど、でもすごい楽しみ、他のグループのメンバーさんに会えるのは。でも多分あれなんだよね、今回参加してる中でも私結構ほんともうフル株ほんとフル株だと思う。今一緒に決勝にいる ST の福田あかりさんが、まあ、一番最年長でもあるし一番先輩だと思うんだけど、今回のイベントに参加してる中では2番目ぐらいじゃない多分。そう、福田あかりさんの次が多分私くらいだと思う、今回のビスイベ参加してる人の中で言うと。もうベテランの域ですいません、もうベテランの域でびっくり。だからさ、 NGT から一人しかいないってもじもじしてる場合じゃないんですよね結構ほんと。あー、お城ありがとう、おしありがとうございます。ちょっとベテランもじもじするの恥ずかしいよね、よくないね、ちょっとガツガツいかなきゃね。ガツガツいかなきゃ。そう、でも本当に、あ、でももうそんななんだ。まあ昨日でね昇格から3周年経ちましたけど、もうでもそんななんだって感じ。気づいたらなんかベテランの域に入っちゃってて、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。あれ、私って気づいたらベテランみたいな。びっくり、なんか知らない間に先輩になっちゃってた。知らない間にっていうか、もう3年も経ったんですね。あー、クマいっぱいありがとうございます、ありがとう。本当にびっくりですよ。ドラ3年生、え、確かにドラ3年生だった。だって加入してから3年目だったからドラ3年生だったんだよ一応。そっから3年経ったってこと？え、それは結構びっくりかも。ドラ3年生公演始まってから3年経ったってこと。まあでもそうだよね、コロナ禍になってからユニット公演やり始めて、ユニット公演の時の話だもんね。あ、そんなに経っちゃったんだ。え、結構びっくり、本当に早いね、めっちゃ早くない？え、しかもさ、もうすぐ、まあ4月、次の来年の4月でキャプテンも2周年で3年目に入るんですけど、そう、多分キャプテンも歴代最長になっちゃうんですよ。多分リエさんもカドさんも2年ちょっととか2年半とかそれぐらいだったから、キャプテンやってた年数が。え、びっくりじゃない？私気づいたらキャプテン最長メンバーになっちゃったなっちゃうんです。そう、そうなの、びっくりじゃない？結構なんかそう思うと、そのリエさんも門さんも本当になんかその2年ちょっとキャプテンをやってたけど、その2年ちょっとですごいすごい、なんていうの、すごい功績を収めたというか、やっぱ2年でめちゃくちゃキャプテンやってくださってたんだなって思うと、なんか私ってすごいこれからキャプテン3年目になっちゃうんだけど、キャプテン 3年目にして、なんか、え、どうだろう、そんなリエさんとか門さんみたいにちゃんとキャプテンできてるのかしらみたいな気持ちに結構なるんだけど。そう、でも歴としてはもうリエさん門さんがキャプテンやってきた時間を超えちゃうのでびっくりですね、超えちゃうので、ちょっとその名に恥じないキャプテン歴代最長メンバーとしては、 3代目ですけど、歴代最長メンバーとしてその何恥じないように
ちょっとキャプテン3年目も頑張っていかなきゃいけないなって思うし、まさかそんなね、もうキャプテンも3年も経っちゃうんだって感じだけど、結構自分の中ではそう、なんかこうキャプテンになって、あの下から支えるみたいな、キャプテンって結構そういうイメージがあるじゃないですか。グループのことをこう下から支えていくっていうイメージが、やっぱりそのリエさんの時も加藤さんの時も本当に下から支えてくれるようなキャプテンだったし、なんかキャプテンって結構そういうイメージがあると思うんですけど、なんかすごいこんなにも己のガツガツした自己主張強めキャプテンで本当になんか恥ずかしくなってくるんですけどでもそれは多分私なりのキャプテンの形ということで、というか下から支えるキャプテンもいれば、自分が頑張る姿だったりとかを背中で見せて引っ張っていくっていうキャプテンの形も一つの形なのかなと思ってありがとうございます、テルハヤさん、ゆくありがとうございます。なので、だってむしろ私そんなキャプテンになるまでこんなにガツガツした人間じゃなかったはずじゃないですかどうですかキャプテンになるまでこんなにガツガツした人じゃなかったよね、私ってそう、だからキャプテンになってから本当にこうやって、もう本当にショールームイベントもずっとそれまで参加なんてしたことなかったけど、キャプテンになってから参加し始めたし、ショールームイベントとかそういうイベント系とかって、なのでむしろキャプテンじゃなかったらこうやってイベントとかも参加してなかったかもしれないし、なんかこうね、一人でこうやって頑張るものって絶対にやってなかったと思うので、そう思うとこれはこれで私らしい形ができたのかなって。ああ、もう一個ありがとうございます、テルハヤさん、ゆくありがとう、またまた、そうだから、なんかこのキャプテンってなった時にすごいこんなにもあのなんて言うんだろうね、あの自主性自主性あるって変だな、なんかこの下から支えるとかじゃない、すごいもう自分のために頑張ってる感でもそれがなんか他のメンバーも頑張らなきゃって思ってくれたりとかしたら嬉しいし、今もなんかすごい私のねことを普段から応援してくださってる方だけじゃなくて NGT のファンの皆さんみんな集まってくれてるじゃないですかみんな集まってくれてるから、なのですごいなんか NGT のファンの皆さんにも支えてもらえるような人になれたらいいなって思います。ああ、ありがとう、キャン君、ゆくありがとうございます。はい、なのでちょっと NGT のキャプテンとしても、まあ私個人としてイベントには参加しているけれども、もうここまで来たグループを背負う気持ちで、 NGT のファンの皆さんがこんなにみんな集まって応援してくれているから、 NGT を背負う気持ちでちょっと最後まで頑張りたいと思いますので、あと1時間ちょっとあるんですけど、はい、
最後まで応援していただけたらとっても嬉しいです。いやでも本当にね、なんかイベント系は結構本当苦手だったんです、これまでずっと。そう、なんかみんなにこうやってなんか力を貸してもらうこともなんか申し訳ないって思っちゃうし、そうすごい苦手だったんですけど、そう、でもこのビスイベントは本当に直感参加理由直感なんです。でもそれぐらいなんか今の自分にはここにチャンスがあるって思ってやることに決めたので、そう、今までだったらイベント、ショールームイベントっていうだけで結構そのなんだろうな、謙遜しちゃってたですけど、でもこれだけ最後まで、予選も決勝も最後までこんなになんか楽しみながら頑張れるようになったのって本当に皆さんがすごいたくさん支えてくださるおかげだし、本当なんかキャプテンになってすごい変わったので、自分の性格が自分の性格がいい意味ですごく変わったので、ああ勝弘さんありがとうございます、ゆく飛んできた、ありがとうございます。その直感が楽しかったんだって思ってもらえね、思いたい思いたい、なんかこれだけねみんなにたくさんすごい応援してもらっているからね、直感なんて言ったら怒られそうだけどありがとうございます、テラハヤさん、バルーンありがとう、すごいバルーンがバルーンがいる、ありがとうございます。直感なんて言ったら怒られそうですけど、でも本当に今までだったらやりたいともきっと思わなかったはずだから、それぐらい自分に自信も持てるようになったし、なんか皆さんとの信頼関係ができた結果なんじゃないかなって思ってます思ってます。まあありがとうございます、あー赤シャチさんありがとうございます、すごいすごいありがとう、ゆくうん、わーポールさんもありがとうございます、ゆく、やばいみんなのペースが速くなってきて、やばい追いつかないあと1時間あるよみんな落ち着いて、私が一番ウサギが大量に野に放たれてる、そうなんだよね、ゆくこれゆくってなる瞬間ウサギ放たれてるからね、いっぱいウサギがいっぱい、あーゆく、あーありがとうたけしさん、ウサギがやばい、みんなのペースが速くなってってどうしよういやでも本当にそう、今までね、でもそれでもいろんなイベントは頑張ってきたんですけど、ずっと1位になれなくて、今まで逆に何に参加してきたんだろう、これまで NGT 物語も何回 ?4 回 ?4 回入賞したかな、でもずっと1位じゃなくて、はじめまして、ありがとうございます。48タイムズも2回多分やってて、
だけどまだ1位になってなくて、そうだね、ショールーム選抜もだね、ショールーム選抜も2位で、ずっと2位なんですあとこのビスイベントのね予選も最終的に越されちゃって2位になっちゃったので、最後このイベントでは1位になれたらいいなと思います。オーキーさん、あの私のところに、あ、いらっしゃったじゃ最初いなくてびっくりしちゃった、私にだけ見えないのかと思ったこんばんは、青木さんありがとうございますすいません、ちょっと最初私の画面に映ってなくて遅くなりましたありがとうございます。もう今日が最後なので、いや、そう、逆にすごいんだけどね、ここまでずっと2位なのもお疲れ様です、ありがとうございます。あともう1時間ちょっと頑張ります。わあ、ゆく、ありがとう、欲しい、ありがとうございます。ああ、ゆくゆうきさんもありがとうございます、すごい、ありがとう。そう、ゲーム系もそうなので、もずっとね2位なので、そうなんですよ、ここでは最後1位を目指したいと思います。もう生誕祭でも宣言したので23歳の目標を叶えるにはもうここしかないのでね、頑張りたいと思いますでもさ、1位でもこれ難しいのが、このイベント1位になっても必ずしもこのビスのレギュラーモデルになれるというわけではないというところがすごく難しいですよね。最終審査に進めるっていうのであって、あ、でもあれだね、あのランウェイは歩けるんだ、イベントは、ファッションイベントは1位はもう確実に出演できることが決まってて、2位以降で、まあ、特別賞みたいな形で出られる人が決まるんだけど、ゆく、ありがとうございます、てるあやさん、ありがとうございます。そう、でもランウェイもそう、一回もまだ立ったことはないので、ちょっとね、どんな感じなんだろうどんな感じなんだろう。そう、もちろん目指すはビスのレギュラーモデルなんですけど、そう、でも1位になるとそのファッションイベントにも出演できるっていうのがあって、ランウェイってどんな、あのあれなのかな、こうコンサートとかの花道とは違うのかな花道はね、花道は行ったことがあるんですけど、違うのかな、やっぱりどうなんですかね。ね。はじめまして、ありがとうございます。そうか、でも確かに一人であそこの道を歩く、まあ一人かどうかわかんないけど、でもそうだよね。普段だったらメンバーと一緒にね。わー。
感じだからはぁって感じだから、そうだよね、1人か2人かもう分かんないけど、やっぱわけが違うか花道とはあ、え、待って、違う、ランウェイ1回やったことあるよ、嘘ついた、ランウェイ1回あるわ、あのなんだっけ、シーンさんのやつ、あのさ、ロッツでやったやつ、そうだ、ありました、1回。でも日本最大級のファッションイベントとかだったら、もうロッツの何倍あるんだろうって感じだよねそうだ、ロッツで1回やったことあるけど、もうなんか何倍もでかいってことだよね、きっと日本最大級レベルはそう、あのなんだっけ、カラフル、カラーズでやったことあったね。ねえ、どんな感じなんだろう。そう、あの時は白コーデ。行く、ありがとうございます、またまた、てるはやさんありがとうございます、うん、いや、ランウェイもね目指したいですねあー、トシーありがとうございます、行く、ありがとう、すごい、もう行く、この嵐ですごい なんかすごいね、そう、でも1位になると、そのランウェイファッションイベントへの出演権は確実で、あとはこのビスのレギュラーモデルの最終審査に進めますよっていうのが、まあ、それは1位から3位まであるんですけど、でもやっぱりここまでめちゃくちゃ頑張ってきたから、その目指すものとしてはビスのレギュラーモデルだけど、このイベントそのものとしてやっぱり1位っていう形で終わりたいなっていうのが私の中での理想なので、1位で終われるように、あと1時間くらい。でも本当になんかね、もうさ、もうイベントももうすぐもちろん終わるんですけど、2023年そのものがもうすぐ終わるじゃないですか2023年そのものがもうすぐ終わっちゃうから、ほんとなんか2023年の最後のいい締めくくりにこのイベントを締められたらなって思うし、でもこの1年本当に特に2023年はあの劇場公演もめちゃくちゃいっぱい出させていただいて、なんかそこでのファンの方との距離の縮まり方がすごかったとすごい私は思っていて、そう、今もきっとこう配信を見に来てくださってる方の中にはすごいきっとこの1年でミミと仲良くなれたと思ってくれてる人がいっぱいいるはずで私はそう思ってるよ私はそう思ってるよ、みんながどう思ってくれてるかわかんないけど私はそう思ってるので、本当にだから
この1年みんなとその仲良しになれた、公演を通して仲良しになれた結果が今きっとこうやってみんなが私の配信を見てくれて応援してくださっていると思うから、なんか本当にそう思うとこの1年劇場公演を通して仲良しになった皆さんとも最後の今年の思い出としてこれをいい形で締めくくりたいなってすごい思うのでで、ね、明日も劇場公演ありますので、ぜひ明日の劇場、私明日も30も出るんですけど、はい、明日も30も出るんですけど、ぜひ明日の劇場公演では皆さんにいい報告をさせてください明日の公演の自己紹介 MC で自己紹介 MC でぜひ皆さんにいい報告をさせていただきたいので、みんなでちょっと最後頑張りましょうNGT 離れてたけど耳の陰で少し戻ってこみ、嬉しい、ありがとう。今ね新公演もやってますから、公演、新公演入ったらきっともうどっぷり戻ってこられると思うよなんせ NGT の曲だけでやってますからね、ぜひもう新公演来てください。いい報告を聞きに行きますちょっといい報告させてくださいはじめまして、ありがとうございます、ありがとう。うわ、ちょうど1時間ですって、イベント終了まで。あ、まあ、てるはやさんまたまたゆく、ありがとうございます。そこまで言われたら行かざるを得ない、よし劇場で待ってるね劇場で待ってますねお見送りでおめでとうって言った、わあ、うん、本当に、でも本当にこのイベント期間中も公演23、24劇場公演あったんですけど、本当にみんなにお見送りにたくさんイベント頑張ってねって応援していただいたので、本当にとっても嬉しかったです。めっちゃみんなに頑張ってねって言ってもらったので、頑張んないとね最後までね頑張ります。明日の公演が最後の人もいるか、年内最後の人もね、いい公演にしましょう明日の公演が最後の人もいれば、でも明日とか30とかで初めて多分新公演入ってくださる方もいるよね。明日で最後、そうだよね。お見送りでかける言葉、おめでとうしか考えてない。もうじゃあぜひそれで。明日最後の人めっちゃ多いわ、めっちゃ多いわ。今ここにいるだけでもめっちゃ多いわ。明日最後の人。じゃあもう明日最後の皆さんに。いい思い出の公演にしていただけるように、ちょっといい報告を私からさせてください。明日公演は、明日が今年初で最後、すごい、今年初、今年初、もう今年終わっちゃうけど嬉しい、今年初で今年最後だって、お待ちしてます。すごいすごい、ありがとうございます。いや、みんなで明日で喜びたい明日みんなで公演で喜びたいです。新公演入る前に周年に行くことになる、あ、そっかそっか、周年は確かに瀬戸利違うよねきっとね、新公演とね、もう新公演前に周年、待って、そうだよね、周年ももう1月10日だもんね、早い、8周年ですよ NGT48、 8周年、あっという間です。
周年もね、ちょっと何やるかまだ私はよく分かってないんだけれどもでも本当にちょっと8周年そして、あ、え、そうじゃん。だって私さ、そういえばさ、今思い出したけどさ、さっきキャプテンの話してたじゃないですか。私キャプテンに指名されたのって3年前の周年じゃなかったっけ。3年前、まだ2年前だ。2年前の周年の時じゃなかったっけ。周年公演で門さんが卒業発表をして、でキャプテンをミユに引き継ぎますって言われたんだったね。今思い出した。え、そうじゃん。じゃあもう本当にキャプテンですって言われてからもうすぐ3年経つんだ。そうでした。3年、 2年、もうすぐ2年経つのか。嘘ついたもうすぐ2年経つんだ。じゃあキャプテンですって発表されてから早いね。めっちゃ早いね本当に。そう思うと次の周年でちゃんとキャプテンとしても成長した姿をお届けできるように頑張らなくては。最終日投げるってこと、ありがとう、来てくれて。いや、そう、ここからの NGT すごい目白押しなので、そう、もう、まあ、明日の公演、30日が公演納めで、30日ニコ生さんのね配信もあるということで、そう、これさっき発表されたんですけど、30日ニコ生さんの配信もありまして、それが年内皆さんにお届け、おなんていうの、配信最後かな、メンバーみんなで。ああ、ありがとう、ゆくりゅうさん、ありがとうございます。だから30昼公演だっけ。そうなのよ、昼公演納めをして、7時から19時からニコ生さんの配信がありますので、はい、あって、でも3日は新春、10日周年、 NGT は年末年始バタバタ話題盛りだくさん、目白押しですので、その中にちょっといい報告も一個ね組み込みたいところですので、はい、30日に配信があること、あー、いつ知ったっけな、まあちょっと前、ちょっと前に聞きましたね。そうだね、みんななんで昼しかないんだろうって思ったよね、きっと。え、でもさ、いつだったかさ、日付超える瞬間ニコ生さんで配信した時なかった？それこそどん兵衛食べたみたいに食べた時あったよね。そうだよ、いろいろありましたよねあ、そうそう、ななみがそうだ、そば作りに行っていないってそうでした。そんなね、年の越し方もありましたけど、今年は30日に配信ということで、はい、懐かしい。ああ、ゆく、ありがとう、食べちー、ありがとうございます。そう、あれいつだっけな、2年前くらい、そうだよ、もう来週にはお正月なんです。
早い怖い背景、確かにみんななんか背景で遊んでた記憶ある。そうだね、2023年いい思い出で締めたい。はい、来年年女です。そうなの、来年年女なんです。24歳。そうなんです、年女ですので、年女の一年は目標をたくさん叶える一年にしようと思います。あんま年女関係ないですけど年女関係なく自分の目標を達成する一年にしたいですけど、年女なんで。でも欲を言えばちょっと一年早く生まれたかったかもしれない。だってうさぎ年の方が可愛くない？辰年ってなんかねえ、いいけどさ、うさぎ年の方が可愛いじゃないですか。私うさぎいいな、うさぎの方がなんか可愛いじゃないですかっていうの昨日マナと話してた。マナも年女で、昨日マナが隣にいてマナにその話をしてたの。でもウサギ年の方が良くなかった、1年早く生まれたかったみたいな。だってウサギの方が可愛いじゃんって言ったら、なんでタツかっこいいじゃん、タツだよみたいな。マナはタツ年でいいらしいです。タツかっこいいじゃんって言ってました。あー、ゆくまたありがとうございます。ルハヤさん、すごいいっぱいゆくありがとう。わかる、めっちゃギャルだった、言い方が。別によくない、立つ。まあ正直ね、生まれた年なんて何でもいいですけどね、何年だろうが。はい、ななみとかえりとさあやと私とマナです、年女。そう、そう、でもそのなんか今年ジェラピケの福袋を買ったんだけど、去年外れちゃって、うさぎ年絶対可愛いじゃん。なんか毎年ジェラピケってなんかその年の干支のなんか柄のパジャマなんですよ。そう、うさぎなんて絶対可愛いじゃないですか。でも外れちゃって今年。でも辰年2024年のジェラピケの福袋当たりました。嬉しい。だからちょっと開封するのめっちゃ楽しみ。まあそう思うとね、自分の干支の年にまあ当たってくれたのはちょっと嬉しいかなって思うけど、いつ来るの？でもさ、普通に考えてさ、1日以降じゃない？福袋だから、まだ届いてなかった、楽しみ。あとね、 NGT48 の福袋も、はい、今年もしっかり35,000円。今年もしっかり NGT48 福袋35,000円買ったので、それも1月1日届くの楽しみにしています。あー、ゆくありがとうございます。みのるさん、ありがとう。はい、でも何も当たらなかった、私メール来なかった。わかる、35,000円でメール来なかった仲間です。でもまだわかんない、まだわからないよ。チェキとか入ってる可能性あるから。チェキとかあの年賀状とか入ってる可能性あるから、まだ希望は捨てないで。
もう新春公演当たったのなんていつよ、もう4年前ぐらいだよ。もうでもそれ以来ずっと福袋買ってるけど当たんない。うん、そう、外されたんかな外されちゃったのかな。え、でも結局現れなかったよ、エンジンする人2023年福袋の幻のエンジンする人現れなかったよ結局。もうあと残り2公演しかないけど年内あと残り年内2公演で現れるのかしら結局誰会ってない。そして今年は亡くなったしね。うん、結局現れてないよ。私結構2023年大体公演いたけど、大体公演いたけど私が出た公演には現れなかった、一緒にエンジンしてくれる人あー、またゆくありがとうございます。いなかったな。パーティーか、パーティーにいたのかな、それとも最後に駆け込みかな、どうなんだろう。そう、そして2024年バージョンはなくなった特典まさに幻の特典でしたけど。え、でもさ、やっぱみんなは 何が欲しいの、何特典狙いでさ福袋は買ってるの。あ、ツーショットね、確かに確かに、ツーショット生誕の時とかね、いいよね。ツーショット、あ、ツーショットやっぱ結構人気、確かにツーショット撮れる機会って今もうないもんね、アルバムとかないからね、確かにツーショット撮影会もう今やってないからツーショット撮れる機会ないもんね、全然ね。ツーショットが人気なんだ、あわよくば年パス。まあ年パスはね、そのでも行ける距離のにある人かどうかにもよるよねきっとね。通える距離に家がある人はね、年パスだったら嬉しいってなるけどね。そうだよね。すいません、ありがとうございます。百発百中、百発百中もね、やっぱ生誕祭とか絶対入りたいって思った時はやっぱり会ってくれた方がいいよね。人によって特典の価値変わる、うん、だと思う。やっぱり劇場になんか高頻度で通える距離にお家があるかどうかとかも本当によるし。あ、ありがとうタワーみーちゃん、ありがとうございます。ありがとう、もう埋もれちゃうぐらいすでにいっぱいある、でもツーショットとか、まあなんだろう、ツーショット私物サイン等々あの推しメンのね、あのすぐ危ないからねありがとうマーチンさん、バルーン、ありがとうございます。ありがとう、いるのにあれ私じゃないんだってなるから気をつけなみんな私物サインね、そうだよね、新春公演行けないのに当たっちゃったとかね、ちょっとそうだよね。まあ一回私も行ったことあるけど行けないのにってか物理的にね
当たっちゃった時やっぱ申し訳なくなっちゃうよね。すごいわかる。ああ行く、ありがとうございます。寺彩さんすごい、本当にもういくつ目の行く、ありがとうございます。そう、出る側当たっちゃった時はちょっと刺されるかと思った。え、だってね、そう、それで私その今年は何にもまだ何にも当たってないんだけど、メールの返信で、違う、私がそれでメールでその当たんなかったみたいな、その当選メール来なかったって書いたの、ね、でもまだチェキとか入ってるかもしれないし、チェキとか年賀状とか入ってるかもしれないもんねみたいなことをさメールで書いたの。したらさ、メールの返信でめちゃマジレスされて、絶対に当てないでくださいってそう、なんか自分もその当選メール来なくて、そのチェキとあの年賀状にかけてるから、お願いだからみゆちゃんは当てないでくださいって、結構マジレスなマジレスなメールの返信来て、あ、ごめんそうだよねって思うんだ結構マジトーンマジトーンで当てないでねって言われて、はい。でもそんなの分かんないじゃないですか、本当に当たっちゃってたらさすがにごめんってなるけど35,000円で何も当たらないってことある。でも去年私そうだったよ、去年も35,000円のやつ買ったけど何も当たらなかった。全然ありますよ。そもそもなんで買うの、あ、それはね、もう毎年私福袋買ってんの、自分が加入する前から、だからです。ありがとうございます、タイバーさん、ゆっくありがとうございます。そう、私が NGT 加入する前から NGT の福袋を買ってたから、これはもうずっとあの自分がメンバーになってからも福袋だけは買い続けようと思って買ってる年パスは生誕祭でも有効なの、え、どうなんだろう。でも確かに生誕祭の時最善にいらっしゃる方いました、年パス持ってる方だから最善なんだと思う。生誕祭でも使えると思います。うん、わー、ゆくありがとうございます。アスリートさんありがとうございます。NGT のファンだから買ってる。そうなんです。でも最近の福袋はもう個別グッズになっちゃったからいいんだけど、まあ、自分のグッズだからいいんですけど、逆に自分のグッズだからさちょっと気まずい生写真だけね、ランダムだからね。そうそうそう、私物さんやったって、おー、私のありがとうございます。ありがとう、ヒーローさん、ゆくありがとうございます。そう、生写真だけね、ランダムだからあれだけど、ランダムでも全然嬉しい、私はねでもみんなには私のものを身につけておいてほしい究極のわがまま。私は自分でファンとして買うんだったら全然ランダムで嬉しいんだけど、だってメンバーみんな好きだから。でもみんなにはバミミの福袋じゃないとちょっといや、そう、でも開ける楽しみはやっぱランダムの方があるよね。それはやっぱ生写真でしか今もうないからね。だけどでもそれも届いたらちょっと配信で開けようと思うので、まあ開けるって言ったってもう中身分かってるものだから、本当にそれこそ生写真ぐらいしかランダムじゃないし、あとはチェキ年賀状が入ってるかどうか
をみんなで見守るしかないけどないけど、でも届いたら今年も配信で開けようと思ってるので、ちょっと楽しみにしててください楽しみにしててください。そう、もう本当に毎年開封配信してるよね、福袋のね。そうなんですよ、あれだから本当にね。でも私も結局さ、同じタイミングで買ってて同じタイミングでさ開けるわけだからさ、あれ宣伝効果をさ狙うんだったら私にだけちょっと早く福袋欲しい。絶対に宣伝するから絶対に宣伝して売り上げに貢献するから早めに欲しいはいだってせっかく開封するならね、なんかね、みんながその開封見て欲しいって思ってももう売ってないわけじゃないですか本当やりたい今年の福袋の魅力はね、やっぱあれだと思うんですよ。ケース、うちはケースだっけ、アクスタケースか、うちはハート、アクスタケース、やっぱ今年の魅力的商品、福袋の中で届くの楽しみですね。あー、山潤さんありがとうございます。ゆくありがとうございます営業も行うキャプテン、何なんだキャプテン何でもやるぞありがとうございます山田。もう一個ゆくありがとうございます、ありがとう。30分ぐらいで終わっちゃうんだけど、ドキ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 落ち着いてるね、そう見えるだけですね。あー、ゆく2つありがとう、ゆくゆくありがとうございます、ゆきさんありがとう。まあ、四十からさんもバルーンありがとうございます、ありがとう。怖くない、あと30分後ぐらいにはさ決まってるって思ったら怖いよ最後まで頑張りましょう。ありがとう山潤さん、タワーもありがとうございます。すごいなんかもうさ、常に画面がキラキラ常に画面がギラギラ輝いてる、です、ありがとうございます。よかったら応援してくれると嬉しいですアーテルハヤさん、またゆくありがとう。なんとかこのまま行きたいけどどうなんでしょうかありがとう、たかしさんもバルーンありがとう。わかる、ゆくの存在感すごい、ゆく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 ありがとうございます。すごい本当ね、もうすでにだってみんなに超お礼言いたい。今見てくれてる人みんなにめっちゃもうすでにお礼言いたいまだなんだけど、まだここからが勝負なんだけど、もうすでにもう大感謝、本当にありがとうございます
でもなんかよかった、最後までちゃんと配信できて一時は本当にどうなるかと思いました、すごくそれだけが本当、はい生きて配信してできてるだけでちょっと本当よかったって思ってるいや本当にね、あの本当にどうしようってめっちゃ悩んだから、もう熱を出した時点でどうしよう、明日からイベント始まるのにってなってて、そうでやっぱりその公演も土日控えてて、23、24公演も控えてて、公演を休むか配信を諦めるかめちゃくちゃ迷ったけど、どっちも諦めなくてよかったですこれで本当に絶対どっちか諦めてたら多分すごい後悔したし、その配信時間も3時間イベント期間中って配信できるんですけど、それもなんか3時間きっちりどうしても配信したくって、その3時間きっちりじゃなくてもいいんですけど、ありがとうございますテルアヤさん、またまたありがとうございます。そう3時間きっちりじゃなくてもいいんだけど、でもそれで例えば1日3時間配信しなかった日があったとして、で全部終わった時に、あの時たったの10分配信しなかっただけだったとしても、なんかその10分で結果が変わってたかもしれないなって後からすごい後悔したくなかったから、ちょっと時間はもう絶対きっちり3時間1日やろうと思って1週間やってきてよかったです、ありがとう上越さん、タワーありがとうございます。うん、あー松和さん、よくありがとう、ありがとうございます。そうまあね、そのとはいえさ、万全な状態でできているわけではなかったから、なんかそこの部分ではもちろん全く後悔してないと言ったらそうじゃないけど自分の結局体調管理不足だから全く後悔してないかと言ったらそういうことじゃないけど、うん、でもやれる、今のやれる中では全部やったから配信できてよかったって思ってます。ありがとう寺早さん、よく、でも本当にそんな中でもみんなはずっと頑張ってくれてて、おかげで昨日までずっと1位でここまで来ることができたから、はい、なので最後1位で駆け抜けましょうね もうなんか私は何もできなくて、もう見守ることしかできなくて、本当なんかしようなんかしようって感じなんですけど、そうでも本当に私はもう自分の出せるものは全部出して今日ここまでやってきたのでなのであとはもう皆さんにお任せしてもいいですか最後みんなと一緒に頑張るためにお任せしてもいいですか。ありがとうございます、ゆく寺林さん、ありがとうございます、いっぱい頑張ってもらっちゃってありがとうございます。
初めまして、ありがとうございます。そう、でも初めましての人もさっきからずっと来てくれてる。やっぱそれだけさ注目度が高いのかなね。もうだってそりゃそうだよ、こんだけさタワー立っちゃってたらそりゃそうだよねそりゃそうだよね、盛り上がりの77,000 そりゃそうだよね、そりゃ注目度高いよね。そう、さっきから初めましての方がめちゃくちゃいっぱい見に来てくださってて、ありがとうございます。でもこれでさ NGT48 のファンになってくれたらもうね、言うことないですよねありがとう、寺早さん、星井さんもありがとうございます。そう、そこから NGT のファンになってもらえたらもう NGT から出てよかったってなるのでこれを機に NGT を好きになってもらえたらいいですね、はじめましての皆さんにも。いやでも本当にさ、なんかでもこの普段私もメンバーの配信結構見に行ったりとかするんですけど、その時はやっぱりあの皆さんのお名前よく把握しておりますので他のメンバーの配信見に行っても大体まあ知ってる皆さんが多いんですけどそう、でもさ他のグループさんの配信はあんまり見に行くことないんだけど、やっぱりこのイベントやっててきっとみんなもなんか他の一緒にイベントやってる皆さんの配信見に行ったりするだろうし、逆もきっとしかりじゃないですか、他のグループのファンの方、多分ライバルであろう方々もきっと見に来てくださってると思うんだけど、ありがとうございます寺林さん。そう、なんかそんな、そうだから他のグループさんの配信ってあんまり見に行くこと今まで少なかったんだけど、私もこのイベント期間中とか、ま、イベントやるようになってから、予選の頃からそうとか見に行くようになって、あ、シジュウカラさん、バルーンありがとうございます。そう、本当にさ全く知らないファンの方がめちゃくちゃいっぱいいるじゃないですか、もちろんNGT のファンの方大体名前知ってるけど大体名前知ってるけど、他のグループのファンの方ってなった時にさ、本当にもう全然名前知らない人がたくさんいるわけじゃないですか。そう、なんかそう思うとなんかこう配信をきっかけでさきっと好きになってくれる人も少なからずいるんだろうなって思ったら、なんかなんこうそれだけいろんなメンバーとか他のグループのねメンバーさん含めていろんなメンバーが配信してる中で私の配信をこうやって見に来てくれたりとか、イベントとしてこうやって応援してくださったりとかってめっちゃすごいことだなって思って、しかもさなんか顔と名前までちゃんと一致してるファンの方も結構いるって考えたらなんかすごいなって思って、本当11月から応援させていただいてありがとう、見つけてくれて本当にありがとう、ありがとう寺林さん、ゆくありがとうございます。いやでも本当そう思いません？だってそれだけめちゃくちゃいろんなメンバーが配信してたりとかする中でね、あーありがとう、赤いキリンさん、ゆくありがとうございます。そう思うと本当になんかみんなありがとうだよ、見てくれて見てくれてだし、本当なんかその中でさ NGT をまあ私に限らず NGT をこう好きになってくれたりとか、うん、NGT をね応援してくれてることって本当すごい。だってきっとさ新潟の方だけじゃないじゃん、 NGT を応援してくださってる皆さんって。
ね、それこそ全然他のグループの方が地元近いですもうきっとあるだろうけど、でも今こうやっていろんなご縁があって NGT を好きになってくれて、でそんな NGT の中で今回私だけなんですけど、 NGT だからって私のことを応援してくださってる方もきっといらっしゃると思うし、本当にありがとう。そう思うとすごいよね本当にね。でもそれがなんか配信の魅力ではあるけどね、その地元がどうとかってあんま関係なくて、どこからでも見られるから配信だと、それもなんか大きいよね多分ね。ありがとう寺彩さん。きっとここでまた夢が叶ったみゆちゃんの魅力が広がってくからチャンスつかね、女の子に女の子に。え、でもさどうなの、みんな私がこれでビスのモデルになったらみんなビスゲットしてくれるみんなビスゲットしてくれますか。でもきっと本当になんかいろんな、本当にさビスってこうページごとに全然世界観が違うじゃないですか。なんかその多分さ、その何撮影によって企画によって全然違うんだろうけど、本当なんかいろんな企画参加してみたいし、いろんな撮影してみたいなって思う、見るたびに。紀伊国屋で購入するよリアル生写真ついてくるかな生写真ついてくるかな。1ページずつめっちゃ凝ってる。いやわかる、ほんとなんかページごとに全然雰囲気違うよね、企画によって全然違うから、どんな感じになるかがすごい楽しみ。ありがとう、シリュウからさん、バルーン。ありがとうございます。今まで買ったことないけど、これから買うね。嬉しい。なんか、嬉しいね。私が、ビスのモデルになったら、そういう人が増えてくれたら嬉しいな。ありがとう、クマいっぱい。あー、ありがとう。さんもバルーンありがとう。え、なかったけどかね。なんかでもそうやってこれをきっかけにビスを手に取ってくれる人が増えるならって思うよね。しれっとランジェリー見れる未来おお、何目的レイニャもツイートしてくれてね、嬉しい、ありがとう。メンバーもめちゃくちゃ応援してくれてて本当に嬉しい。公式さんのインスタのストーリーにも載せてくれてやばい、めっちゃなんか NGT に期待かけられててちょっと笑っちゃうありがとうございます。すごいなんかめちゃくちゃ NGT 代表してます感すごい、ありがとうございます、頑張んなきゃありがとう、マサイラさんゆく、ありがとうございます。もういろんな人たちがもう NGT すごい、ファンの方だけじゃなくてすごい、もうメンバーも公式もNGT48 とか総動員になんかもうこれだけ支えてもらって応援してもらってると思うとすごいね、本当に頑張らなければね。
足長写真載ってた。待って、それめっちゃ気になるんだけど、ちょっと今見てきていい？れいちゃんの、れいちゃんのツイートも含めて、ちょっと配信中ではございますが、ちょっとあまりにも気になるから見よっかな。NGT にも勢いね、ついたら嬉しいな。あ、タグ付けされてた2分前。え、待って、全然普通だったんだけど。え、違うやつ見てる違うやつ見てた。え、待って待って待って、わかんない、足なんか。え、待って、多分みんなと違うもの見てる。え、待って、何を見てんのみんな あれいちゃん、れいちゃんか。 NGT の公式のやつかと思った。レイちゃんなんでこの写真を持ってんの、めっちゃ面白いんだけど足なんかこれあれだ、生写の時のだね。これでも本当にこの衣装の時は本当になんかめっちゃ足長かったあー、ありがとう、ありがとう、寺早さん、アールトさんもありがとうありがとう。え、待って、れいちゃん、待って、もう見つけられない。足長の人です、応援してますありがとうございます、嬉しい。れいちゃん、明日れいちゃんにプレゼント渡すんだもうお見舞いに来てくれたお礼です。そう、れいちゃんはもう私がぶっ倒れてる時にお家まで届けてくれたから、本当にありがとう、助かりました、とっても。ファントムさんありがとう、ゆくありがとう、寺彩さんもありがとうえ、そう、雪の中歩いてきてくれたの、本当にありがとう。あー、吉和さんもありがとう、おしいさんもありがとう、ありがとう、みんな三春さん、え、先輩、先輩です、もう超超先輩ですオフィシャル X、 ありがとうございます、みはるさんありがとう。れいちゃんのポストに公式がリプレイ、どういうことどういうことすぎる、めっちゃ面白い、ありがとう、たかしさんルーム案内ね、あありがとうございます、ライバーさん、もうダメだ、追いつかなくなってきちゃう、ありがとうございます。あと10分くらいなのか
面白い。いや分かる、ほんと NCT って本当に好き。あーしっぽさんありがとうございます、ありがとう。ルームはこちらです。面白い、足長のリップ、ルームはこちらです。めっちゃ面白い。足ごめん全然足見せてないけど、じゃあ足出てないけど。ありがとう店長さん、ありがとう。じゃあ足長の足で、あ全然伝わらない、何にも伝わらない。ちなみにこれはライトオンさんのパンツです。足長の長が何も伝わらないパンツ履いちゃってて本当にごめんなさい。でもね、でもね、このえ残り10分前でめっちゃこのパンツの力説してもいい。これライトオンさんのパンツなんですけど、めっちゃいいんですよ。私その自分で言うけど足長でもパンツのサイズほんと合わなくて、そうズボンの丈がいつもツンツルテンになっちゃうのね、足りないの足の丈が。なんですけどこのライトオンさんのパンツめっちゃ形可愛くて、丈めっちゃちょうどいいの。なんかね、引きずるか引きずらないかぐらいの長さでめっちゃいいの。これほんと可愛くて、そうちょっとだから伝わらないかもしんないけどめっちゃ可愛いんだよこれ。やばい、残り10分でやることじゃない。面白い、ありがとうグラさん、面白い、ありがとうございます。ちょっと丈まで見えなかった。ありがとう、おさやきさんもゆく、ありがとうございます。ありがとう。そう、丈合わせるとウエストブカブカなんです、いつもはね。でもこれめっちゃちょうどいい、ウエストもちょうどよくて丈もちょうどいい。そうなの。ウルトラナナさん、ありがとう。バルーン、ありがとうございます。髪の毛自分でやったよ、わかる、かわいいよね。ありがとう。あー着物さんもありがとう。ありがとうございます。あ待って待って、もう本格的に追いつかなくなる。ありがとう、すごい、もう画面がギラギラ。ありがとうツルピースさん、ありがとう。わかる、ちょっとレインボーすぎてどうしよう。ありがとうゆきさんもゆくゆく、ありがとう。ありがとう、すごい、もう花火にレインボーにすごいことになる、すごい、ありがとうクマいっぱい。うわーでかいの来た、待って待って待って、ちょっと追いついてなくて、ちょっと待って。あーノートンさんありがとうございます。待って待って待って、でかいの2つ。ありがとう四十からさん、待って待って待って、怖いよ怖いよ。まだまだあと8分だよ。すごい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 、でかいでかい、もう画面上がすごいことになっちゃって、ありがとうみんな。みゆちゃん美声届けがポストのトレンド、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいね。トレンド入ってくれて嬉しい、すごい。緊張してきた、そうだよね、これだけ
もうだって残り10分を切っちゃうとみんなが緊張してきちゃうよね。すごいな。ありがとうなべち。すごい。スイスイも。スイスイ LINE くれてありがとう。入れてなくてごめん。スイスイもポストしてくれてありがとう。嬉しい。まだ始まったばかりのスイスイのポスト。どんどんポストくるね。嬉しい。ゆうはもなんかほんと NGT のみんなってほんといい子、ほんと優しい。なんでみんなそんなに応援してくれるんだろう。ありがとう。優しい。ルアちゃんもチャットで宣伝してくるね。嬉しい。ありがとう。こんだけ応援してもらってね、絶対1位になろうね。あと5分ぐらいだけど。ありがとう。ね、でもさ、最近さ、クリスマスになってさ、その3期生の SNS が始まった3人がさ、インスタをこう投稿してってさ、なんか予想してたじゃん。スイスイは自分の顔がいっぱい載ってそうとか、お萌ちゃんは空乗せてさ、さ思い出しちゃってさ、ね、みんながすごいこれから写真載せていくのめっちゃ楽しみなんだけど。そう見てるみんなの。生誕祭のスピーチ思い出して泣きそうね。そうだよ、生誕祭で宣言した通り絶対1位になろうね。絶対に1位になってビスのレギュラーモデルになることですって言ったから、生誕祭で叶えましょう。叶えましょう。とっても優しい、本当にみんな。わあ、みこしみこし動いてる動いてる。ちょっとさ、あのコメント欄そこまで追いついてないのに、この画面上にギフトだけ動くから、ちょっと待って待って待って、すごいすごい、みこしありがとう。ちょっと待ってね、追いついてなくてごめんね。すぐここへ誘導してくれる公式。もしかしてみんなにリプ載せてんのかな。ああ、ゆうなもありがとう、かえりもはるかもありがとう、もう全員なんじゃないかな。ありがとう、ラルクさんもありがとう。 NGT 最高だぜ、ありがとう。待って、ありがとう。かやとさんありがとう。 NGT 最高、多分みんな応援してくれてる。ああ、みこしありがとう。全員のポストにショールームのリンクリップしてる。面白い。さすが NGT 公式、ありがとうございます。ありがとう、ゆうきさん。ありがとう。あー、みこしすーさんありがとうございます。ちょっとめっちゃラグってて、ほんとごめんなさい、めっちゃラグでごめんなさい。公式ルームこちらです、伝統。嬉しい、ありがとう。もいちゃんもポス、ありがとう。もう全員だよ、全員からの愛とっても届いてます、ありがとう。あー、でかい。ちょっと待って、追いついてないんだってば。やばい、これ全然コメント欄が追いつかなくって、3期生公式まで。ありがとうございます、ありがとう。ぶんちゃん、ちょっともうほんと多分これ私コメント欄追ってる間に終わりそう。あー、みこしありがとう、すーさん。画面楽しくなってきた、わかる、もうギランギランすぎて、どうしよう、ほんと。もうありがとう、ありがとう、たかさん。
わあ、みこし。ちょっと待って。言葉にはできない。I love you。幼馴染は。ちょっと本当にコメント欄がもうマジで追えない。ありがとう、ありがとう、みーちゃんさん、まる。ちょっと待って。スパム扱いされないから心配して。あ、待って、やばい、もう終わっちゃう、もう終わっちゃう。ありがとう、みんな、ちょっと本当に追いつけてない、ありがとう、もうでかいやつもありがとう。待って、もう本当にラグ、ちょ、ありがとうございます。あー、みこし、あー、待って、ありがとう。ありがとう、みんな、もう終わっちゃうのか、もう終わっちゃうのか。あー、みこし、ちょっと待って、ちょっと待って、すごいことになってて追いつけないよ。ありがとう、みんな。わあ、でかいでかいでかい。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に追いつけないんだけど、ありがとうございます。追いつけないぐらい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あー、みこしでかい、みこし。ありがとう、みんな、本当にすごい、ありがとう、ヒーローさん、ありがとう、ありがとう、スーさんも、ありがとう。これ待って、いつのやつ、このコメント欄。あー、みこし、ありがとう。あー、みこし、ありがとう。いや、待って、これもうカウントダウンかと思ったらミラーボールだった。待って待って待って、ちょっと、あの、もう読み切れなくて本当にごめんなさい。絶対読めてない、多分もう追いつけない。ありがとう、みんな、このままじゃ追いつけなくなっちゃう。え、待って、終わっ。恥ずかしすぎるんだけど、終わっちゃってた。あれ。終わっちゃった。ありがとう、みんな。ありがとうございます。めちゃくちゃ申し訳なさすぎる。頑張ってこうやってコメント欄追っててさ、あ、もうこれダメだ、追いつかないって思って一番上まで戻ったら、お疲れ様でしたになってた。上まで、コメント上までさ、終わってた、遡ったら。本当にちょっとなんか、頑張って頑張ってコメント欄追ってる間に終わっちゃった。めっちゃ恥ずすぎる。こんなにみんなが頑張ってくれてたのに、私めっちゃ多分こうやってずっとこうやってた。恥ずかしい。ありがとう、みんな、たくさん応援してくれて。終わっちゃってたみたいです。すごい、もうさ、すごいんだけど、見てこの画面、何が起きてるっていうぐらい。何が起きてるっていうぐらい画面がすごいこと。ごめんね、なんか最後の方めっちゃ皆さん頑張ってくださってたのに、その頑張ってくださった皆さんのが一つも追えなくて、本当に申し訳なさすぎるんだけど、本当にごめんなさい。ありがとう。クマの入場し、いや、もう本当にすごいことになってる。ありがとうございました、皆さん、本当に1週間お疲れ様でした。すごい、すごいよ、ありがとう。盛り上がり度25万。すごい、ありがとう、本当にすごい盛り上がりでした。はい、本当に。間違いない。本当にありがとうございました。もうなんか最後がどうなってたのか私もわかんない、あんまり。あ、暫定1位なんだね。そうなんだね、ありがとうございます。すごすぎ。すごい、もう最後本当に、ちょっと待って、本当にすごい。
言葉が出ないレベルで本当にすごい。ありがとうございますね。メンバーもいっぱいちょっとポストしてくれたり、しかも今終わった瞬間にめっちゃ LINE 来た、みんなから。すごい、みんな終わった瞬間にいっぱい LINE 送ってくれたり。え、待って、気づかなかった。聞いてください、 NGT48 のグループ LINE に、あの今1位で頑張ってますってスタッフさんが送ってくださって、だからメンバーがめっちゃ投稿してくれてたんだ。優しい。グループ LINE に貼られてた。優しい。すごい、皆さんのおかげです。ありがとう、メンバーも本当にありがとうございました。いや本当すごい、 NGT48 からね一人だけの参加になったんですけど、決勝はこんなに皆さんに、スタッフさんにもメンバーにも、そして皆さん、もうすごすぎます。皆さんのおかげで無事に終えることができました。本当にありがとうございます。いやでもこれで本当に、まあ、まだ今暫定なので最終結果がどうなるかわからないんですけど、最終結果は明日のお昼かな、明日のお昼かな。そう、ちょっとだから明日になるまでわかんないんですけど、でもこれで1位になれたらもう本当に正真正銘 NGT の力です。耳推しの皆さんをはじめとするもう NGT48 みんなで掴んだ1位と絶対に言えるはずなので、これだけメンバー、スタッフさん、ファンの皆さん、本当にみんながたくさん応援してくださった結果なはずだから、すごいなんか自信を持って明日を待てる気がします。こんなにみんなにいっぱい応援してもらって、はい、だからこれで本当に1位になったらもう NGT48 の力です。はい、1位じゃなくてもそうなんですけど、1位じゃなくても NGT48 の力ですが、ありがとうございました。すごい、これでボクシング、ごめんね、ありがとうね、イベントのためにね、本当に皆さんありがとうございました。あとでいっぱいみんなにあのいいねしに行くね。やっとご飯が喉を通りそうです。え、そうだよね、みんなも本当になんか終わるまで安心できなかったよね。私もです。ありがとう。ちょっとじゃあアイス食べます。もうね、これはその最終結果に関わらず、これだけみんなと一緒に頑張ったことの、あのお疲れ様でしたなので、アイスの前にご飯食べたい、わかる、間違いない、お腹めっちゃ空いてる、めっちゃ空いてるけど、ちょっとアイス食べようかな、みんなはこれからご飯かな。ちょっとでも本当に最後の最後さ、すごい多分皆さんいっぱいね、くまちゃんとかいっぱい届けてくださった方も全然見切れてなくて、ほんとそれが申し訳なさすぎる、追えなかった、最後追えないぐらい、ありがとうございました。ちょっとじゃあアイス取ってくるから待ってて、ちょっと待ってて。
ごめん、自分で音切っといて喋っちゃったみんなに聞こえてないんだった、すいません。すごい、なんか鳴っちゃった。お疲れ様会始めましょう。本当にもう私も万全でない中、1週間よく頑張りました。そして皆さん1週間てか、もう1週間どころの話じゃなくて、そもそもこのビスイベントをやるっていう時から予選決勝と2回もね今年あったわけじゃないですか。2回も本当にありがとうございました。特に決勝は本当にすごいことになっています、この素晴らしい光景とともにいやそうだよ、年一でも大変なところ2回もみんなに、本当にそんな中でもありがとうございました。この素晴らしい光景とともにご褒美のアイスを食べましょういやすごい、何ですかこの光景は、輝かしい、とてもいつもみんなとこういうイベントを頑張った時はいちごのハーゲンダッツを食べてるんですけど、いつもでもね2位で食べるハーゲンダッツだったから、これはじゃあ1位として食べるハーゲンダッツだといいな。まだ暫定ではあるのでね、最終結果が分かんないんですけど、これは1位として食べるハーゲンダッツだと嬉しいな。皆さんなんかお手元に何かあればぜひ。あ、確かにテロップ変えよう、ありがとう、忘れてた。すごい、みんながめっちゃ LINE 送ってきてくれて優しい、ありがとう。皆様も自分へのご褒美、何でもいいです、お酒でも何でもお酒でもアイスでも何でも、とにかく自分へのご褒美を何かお手元にご用意ください。ハートじゃなかったハートじゃなかった。あ、でももう柔らかい、もう食べられる。私はではこちらをいただきたいと思います。何でも、ではお疲れ様でした。皆さん本当にお疲れ様でした、ありがとう、本当ありがとう。私にはハートに見えるよかった、きっとハートじゃあ食べますね、いただきます。あ、写真撮っておこう写真撮っておこう。ちょっとこの画面も撮っておこうね、すごいからね。この画面の中で食べる、いただきます。見て、めっちゃちょうどいい硬さ、いただきます。うまっ、美味しいです。残り5分からガロクしてる、
がとう。多分私本当に見れてない。ありがとう。みんなのおかげでめっちゃ美味しいです。ありがとう。そのスプーン色違い買った。え、嬉しい。お揃い。明日の予定ね、多分明日のお昼に最終結果が出るはずなので配信できたらいいなって思ってます。なんかいつもならすごいなんか最終結果何かの間違いが1位にならないかなみたいな気持ちでいつも思ってるんだけど、なんか今回はもうすごい自信を持ってみんなと一緒に最終結果を見れそうな感じがするので、明日はお昼に配信できたらいいな。やっぱみんなと喜びたいじゃんね。いつもはね何かの間違いで逆転しないかなって思いながらだったけど、今回はもう絶対になんかみんなと一緒に見たい。本当の最終結果がどうであってもすごいこれだけみんなにいっぱい支えてもらっての最終結果だから、どうなっても受け止める気持ちでみんなと見たいなって思うので、はい、お昼配信して公園なので公園出て、はい、公園出て公園後ゆっくり配信できたらいいなって思ってます、はい、うん、忘れてた、ラジオ出した。そうでしたね、明日ラジオ部でした。最終回だった。やばいやばい、絶対忘れちゃダメなやつだった。そうでした、明日ラジオマンだった。明日ら NGT48 ラジオ部、明日私の放送回ラストなのでぜひ聞いてください。きっと今なら NGT のファンの方がいっぱいいるはずと思って宣伝しとこう。そうでした、明日で最後なんです、ラジオ部終わっちゃうので笑顔でお最終回迎える、ラジオだけどね、映んないけどね、迎えられたらいいな。そうだったね。じゃあ昼はとりあえず配信するけど、その後公演終わって帰ってきてラジオしてから時間があれば配信しようかな。ラジオはラジオトークっていうアプリを入れていただくと聞くことができます。ちょっと明日で最後になっちゃいますけど、よかったら入れて聞いてみてください。最終回。ショールームラジオショールーム。いや、ショールーム公演ラジオショールーム。確かに嬉しい報告4回できたらいいね。あなたはゆっくり寝た方がいいです。間違いない。それはそうなんだけど。それはそうなんだけど、喜ばしてよ一緒に。寝るのはいつでもいくらでもできるの、喜ばしてお願いだから。みんなと一緒に喜ばしてくださいよ。
明日のお見送りで泣きそうです。まだ早いですちょっと明日最終結果が一旦出てからにしてもらってもいいですかありがとうございます。福田あかりの視聴者です。ありがとうございます。わざわざコメントまでしていただいてありがとうございます。めちゃめちゃ強かったですって言われるの初めてですありがとうございます。なんか強かったですって言われる側になったんだって感じがする。すごいいつもなんか追う側だったから、追う側だったからなんか強かったですって言われること今まであんまりなかったじゃないですか。すごい、これが NGT のパワーなんです。ありがとうございますありがとうございます。もう福田あかりさんにお会いできるの楽しみ。今回は終始追われる側だとね、本当に今までそんなこと全然なかったけど NGT の皆さんのおかげです。 NGT の NGT のファンの皆さんのおかげです。いや本当にすごい、公式ポストがおもろい、見たい、めっちゃ見たい。ずっとなんかずっともうさ、ここのコメント欄でしかさ、その NGT48 の公式 X をさ見てないからさ、ずっと面白いことしてる人に聞こえるんだけど本当の投稿見てないからずっと面白いことしてる人に聞こえちゃうあらぶってすいませんフフ見てみよう。やばい、みんなに LINE 返さなきゃ。ポストが荒ぶり失礼いたしました皆様応援ありがとうございました。いや本当に本当にです、ありがとうございましたもうとっても、いや素敵な荒ぶりをありがとうございました過去一公式から通知来た確かにこんなに頻繁に NGT の公式 X が動いてるとこあんまないいやそれだけでももう NGT48 からもうそれだけ期待していただいてたってことですね。ありがとうございます。だって NGT48 の公式 X の鎖国のさ、今返信のところ見たらさ、